This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は6月18日土曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。新型コロナ対策の入国規制がさらに緩和されています。APEC ビジネストラベルカードが誕生しました。日本へのタイの果物輸出が増えています。タイのスナック菓子がアメリカで人気となっています。それではまず初めのニュースです。新型コロナ対策の入国規制がさらに緩和されます。保健省新型コロナウイルス対策委員会は、現在タイでの新型コロナの状況がかなり落ち着いてきており、パンデミックの終わりに入っていると考えており、その理由として今の感染者の多くが無症状か軽症のため、空港などでの検温を廃止するよう求める方針です。対策委員会によりますと、多くの国で新型コロナ感染者を見つけるために、入国時に検温を実施していますが、現在感染者の多くが発熱などを示さない軽症か無症状で、コロナワクチンを接種していることがその理由の一つとして挙げられています。また入国の際に発熱がある場合、解熱剤などを飲み、熱を一時的に下げて入国の検温をごまかす者もおり、空港での混雑緩和のためにも検温の必要性を検討する必要があると指摘しています。専門家も、顔を洗ったり化粧水をつけると一時的に体温を下げてしまい、新型コロナの感染防止の点から検温が感染者発見に有効かは疑問があるとしています。イギリスやシンガポールのように空港での検温は必要とないとしている国もあります。アメリカとカナダでは2021年8月に新型コロナ感染者検出のための検温は推奨をやめています。新型コロナウイルス対策委員会では、空港での検温に代わり効果的で安全なスクリーニング法を検討するよう求めていく方針です。検温を過信するため、他のコロナ対策がおざなりになる可能性もあり、新型コロナウイルス感染症対策センターへさらなる検討を訴えていくとしています。次のニュースです。 APEC ビジネストラベルカードが誕生しました。ASEANの多くの国では、海外へ出かける際、ビザの取得が必要で、旅行のたびに取得するのは時間もかかります。APEC アジア太平洋経済協力会議の主導で、多くの時間とお金を節約するため、APEC ビジネストラベルカードが誕生しました。アジア太平洋経済協力会議加盟国のビジネスマンの加盟国の往来を促進することが目的となっています。このトラベルカードは、ビジネスで旅行する人のビザ申請と入国手続きの時間とお金を節約します。APEC ビジネストラベルカードの所有者は、ビザなしで短期商取引のためにこのプログラムに参加している加盟国に入国することができます。2017年6月現在、加盟国はオーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、ペルー、フィリピン、パプアニューギニア、シンガポール、タイ、台湾、ベトナム、
メキシコ、ロシアの19カ国がトラベルカードプログラムに参加しています。アメリカはすでに臨時メンバーとしてこのプログラムに参加していますが、タイ人がアメリカに入国する場合、ビザの取得が必要です。ただし、アメリカの国際空港では、APEC ビジネストラベルレイを使用できます。これは入国管理のみを目的としており、アメリカへのビザ免除ではありません。APEC ビジネストラベルカードの申請者の身元の情報は、プロジェクトメンバー国で共有され、審査に合格すればカードを受け取ることができます。有効期限は5年間で複数回の入国ができます。1回に最大90日間の滞在が認められています。また国際空港では APEC 優先レーンの使用も許可されます。申請ができるのはタイ商工会議所、タイ工業連盟、そしてタイ銀行協会のメンバー、またはタイ商工会議所の会員である会社、または組織の名前で申請する必要があります。詳細は APEC ビジネストラベルのウェブサイトで確認することはできます。次のニュースです。日本へのタイの果物輸出が増えています。グローバルトレードアトラスのデータによりますと、健康志向の高い消費者は新鮮な食べ物を好む傾向が非常に高く、肉の代用品として使用されているジャックフルーツや新鮮なココナッツウォーターなどは特に需要が高まっています。グローバルトレードアトラスは世界168カ国の貿易統計にアクセスできるデータベースで、それによりますと2021年タイの果物輸出は 48% 増加し、総額は約62億ドル、およそ2130億バーツとなり、タイは世界で7番目に大きな果物輸出国となっています。現在世界中で果物や果物ジュースの消費が高くなっており、特に新型コロナウイルスの感染拡大とともに市場がさらに大きく拡大しました。今、新たな技術を導入し、本物のココナッツに飲み口を取り付け、ココナッツ自体を新たなパッケージとしてそのまま販売することができるようになっています。消費者は薄い飲み口へストローを挿して、そのままココナッツウォーターを飲むことができるため、これまでのように分厚い殻を割る必要がありません。この新しい技術により、新鮮なココナッツの売り上げが劇的に増加しています。自然と健康に良いタイの果物は特に日本の消費者の間で普及が進んでおり、タイの果物の日本への輸出数はそれに応じて増加しています。3月から7月には果物の王様と言われるドリアンの輸出売上が最も高く、これに次いで新鮮なマンゴスティン、マンゴー、リュウガンとなっています。そして最近、日本人の間で人気が高まっているタマリンドも輸出が拡大しています。次のニュースです。タイのスナック菓子がアメリカで人気となっています。健康的な果物の消費が拡大する中、健康スナック菓子も市場が拡大しています。アメリカのスイート&スナックエキスポ2022は、北米最大のスナック菓子市場を見据えた国際見本市で、今年5月24日から26日までアメリカのシカゴで開催されました。この中で植物ベースの食品スナックがホットなトレンドとなっており、多くの企業が開発を進めています。オーツミールを使ったレシピなど、今日の消費者の健康志向の需要に対応するものとなっています。人参など植物ベースのジャーキー、ピュアカナディアンメープルシロップ、グルテンフリーやシュガーフリー、遺伝子組み換えのスナック菓子などが販売されています。シカゴには多くの有名なメーカーがあるため、シカゴは世界のスナック菓子の首都として知られています。このため、スイーツ&スナックエキスポは毎年シカゴで開催され、シカゴの経済において重要な役割を果たしています。一方、アメリカ全体では2021年、61億ドル相当のスナック菓子を輸入しました。輸入量は2020年は前の年から 15.93% 拡大し、主要な輸入元は 40% がカナダ、これにメキシコ 22%、ドイツ 6% となっています。
タイからの輸入額は6822万ドルで、前の年より 45% 増加しました。シカゴにあるタイ商務省海外貿易促進局では、タイの企業家へドライフルーツ製品の開発を指示しています。フリーズドライにより自然の味を再現したドライフルーツスナックは、無添加商品として人気があるためです。以前、スナック菓子は不健康な食べ物と言われてきましたが、今日では健康的な消費者志向に合わせたものが開発されています。砂糖や塩、油の削減やより自然な風味など、健康に有害な要因を減らすことで、販売を拡大することができるとしています。海外貿易促進局では、スーパーマーケットなどの販売チャンネルだけではなく、Amazon やウォールマートのようなオンラインチャンネルでの販売も促進させていく方針です。タイのスナック菓子をアメリカの市場で販売を拡大させるため、タイのスナック菓子製造業者や輸出業者へは、来年2023年5月22日から25日まで開催されるスイーツ&スナックエキスポ2023への参加を検討するよう呼びかけています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。新型コロナ対策の入国規制がさらに緩和されます。APEC ビジネストラベルカードが誕生しました。日本へのタイの果物輸出が増えています。タイのスナック菓子がアメリカで人気となっています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。ในใจไม่เคยไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอก็มีความรุนแรงต้องการเท่านี้ขอไม่รู้จะอยู่หาใครเลยต้องรู้จะไปในใจก็รู้กันเธอไม่รู้มองก็ไม่ใจสักครั้งラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.